毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴16年、スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信するというそういうチャンネルでございます。さあ本日はですね、ポジティブ喫茶思いやりお休みでございまして、今日この格好見ていただければわかるんですけども、まあ、今日もですね Uber をやっていました。で、僕はですね、今約3500回ぐらいですね、Uber の配達をしておりまして、今1ヶ月ちょっとぐらいですね、今お客様満足度というのをですね、今 100% をいただけております。で、Uber を始めて、まあいろいろトライアンドエラーをずっと繰り返して繰り返して、今、一つこう確立できたものというのがありまして、あ、今こう配達 Uber 出前館いろいろこう配達のですね、アプリというかものがあるんですけども、その中で本当に今バブルと呼ばれるぐらい、まあ稼げるんですよ、すごく。まあこういう緊急事態宣言中でもありますし、やっぱりこう需要と供給の中で本当にこう Uber を今僕はやってですね、まあもちろんこのお店も経営しながらも Uber を今やれて、本当にこう毎日、まあ、こんな状態はずっと続かないとは思うんですけど、今ね、生活に困ってる人とか、こうある程度資金をね貯めたい人であれば、もうかなりの確率でね今 Uber やったらいいんじゃないかなというのをすごい常々思ってまして、でその中でですね、ぜひとも Uber やりたいというですね、方がいて、でその方に今日はですね朝6時からこのお店に集合してですね、そのアプリの使い方から、バッグの使い方から、一からずっとですね、教えて、今日は本当にもう、まあ、僕の配達は今日ノルマが10件あったので、その10件を一緒に回って、僕の動きやり方を見てもらって、その後にその方についてですね、ずっとこう配達のこうやり方とかをですね、いろいろ研修をさせてもらったんですけど、まあ、僕がね、そういうこう今困ってる人とかにこうじゃあお金をね、こうプレゼントするとかってそういうことはね、できないんですけども、そのこの Uber のやるこうノウハウを教えること、それをですね伝えることというのはですね、まあ、できるなっていうのを、まあ、今あるもう3500回ぐらい配達をして、まあ、お客様からも、ね、お店からも今信頼を得て、 Uber の、ね、会社もきっとこういう僕みたいな、ね、プロとして、常にこう Uber の看板を背負ってると思ってやってる人ってなかなかねおそらくいないと思うので、今日はね、だからこそこうそういうプロのUber ドライバーを育成するもうフェーズに入ってるのかなと勝手に自分で思ってですね、そういう風にちょっと今生活費を稼ぎたいっていう人に対してですね、今日はもう丸一日を使っていろいろこうノウハウをねお伝えすることができました。で、まあ、こういう風になんかね僕がこうしてあげられることって、今せっかくねこのコロナというものでウーバードライバーとしてのある程度 のレベルまで行けたので、これをどんどん多くの人に、ね、こう知ってもらったりとか、やり方を伝えることでその人がね、こう生きる武器が増えたらすごく意味があるじゃないですか。私今、まあ、ずっとこんな状況続かないと思うんですけども、今は本当にウーバーをやることによって、得られるものっていうのは普通にアルバイトをするよりも多くのね、報酬を得ることが今できる状況なので、まあ、一つねそういう武器を持っとくだけで別のことをやった時にも合間にちょっと稼ぎたいなとか、まあ、そういうふうに隙間時間をね、今ギグワーカーと呼ばれている人たちの働き方なんですけど、その隙間時間にちょっと副業してみるとか働いてみるみたいな、そういう武器があると何かこっちの今の自分がやってるところでなかなかこうシフト入れないなとかなかなか稼げないなと思った時に、あ、俺には武器の今 Uber あるから、じゃあ今はこっちで稼ごう、でもこっちがまた軌道に乗ってきたらじゃあ Uber をお休みしてこっちをやろうとか、そういう風に、自分のこうやれる幅っていうのを広げておくっていうのはすごく今の時代必要だと思うので、僕は今
Uber というものをドライバー Uber ドライバーというものをやり始めてから、いろいろこう経験をして、いっぱいいろんな失敗をしながら、あ、こういうふうにやったらお客さんにも喜んでくれるな、お店側にも喜んでもらえるし、 Uber 側も喜んでくれるな、そして自分もちゃんと収入売上を立てることができるなっていう、やっぱものというのをこの約1年半ぐらいで、確立できたので、まあ、こういうね、ウーバーコンサルみたいな、ウーバーコンサル事業みたいなものもちょっとこれからやっていこうかなと思って、今日はですね、その方にいろいろノウハウを教えました。で、こう僕がノウハウをね、こうやって教えるのは2人目なんですよ。で、1人目の方は俳優を目指している方で、で、ウーバーを やりながら、まあ、俳優の夢を叶えるっていう人なんですけども、今その人もね、しっかりとウーバーで稼働できて、それは生活の軸になりながら、ちゃんと俳優の夢をね、目指してる方もいるし、まあ、今回のね、方も今ね、お仕事を今されてなかったので、その中で、まあ、次のお仕事が決まるまでのね、合間でもこのウーバーを覚えておけば、次の仕事がね、決まってからでもちょっと隙間時間にできたりとか、まあ、それで、生活費の足しになれば、その人の、ね、人生もより豊かになると思いますんで、まあ、そういう風にね、Uber をやりたい人とか、なんか自分のスキル武器を増やしたい人なんかに、本当にやる気のある人には僕は教えていきたいなと。ただ軽くね、まあ、なんか楽に稼げるからっていう人にはね、申し訳ないけど お断りしようかなと思ってます。楽には稼げないんですよ、ウーバードライバー。やっぱりね、確かにバブルではあるんですけども、やっぱりこう暑い中に走ったりとか、寒い中走ったりとか、風の日に走ったりとか、雨の日に走ったりとか、それはね、辛いこともいっぱいあります。でもその中でも、でも時間をね、お金に変えるというものであれば、すごく僕はこのウーバードライバーっていうのはいいなと思います。もちろんね、僕ももう40手前で、もうママチャリで漕いでますから、誰でもね、できるんですよ、やろうと思えば本気ね。ただやっぱり体力がなかったりとか、気持ちに整理がついてない人にね、僕が教えてもね、結局やっぱ長く続かないので、もしそういう人がいたらね、僕はこうコンサルとして、ちゃんとウィンウィンの関係でね、やるっていうのは僕はすごく新たなね、一つの僕がやれることなんじゃないかなと、一つ人を救えることなんじゃないかなと思ってですね、こういうふうに、Uber のコンサルをですね、まあ、これからもし本当にね、本気でやりたいっていう人に対しては教えていきたいなと、そういうふうに思ってですね、今日は一日お休みですけども、有意義な日がこう使うことがね、一日ができたなと思います。まあ、これからね、まあ、そういうこともやっていきたいなと思いますし、また新たにね、明日から自分のね、チャレンジをちょっとしていきたいと思います。それを明日の動画に、こう載せたいと思いますので、それもね、ぜひとも期待してください。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。